皆さんこんにちは、またクリスです。今回の動画では、ペコフのツインキャットフリーとあのピリツの,あのイサキャット FSOE のモジュールを使ってあの、イサキャットのネットワークと FSOE のネットワークを立ち上げて、えーとふつひあの、最初はイサキャットのネットワークはペコフさんのツインキャットフリーを構築してこうパケットを、うん、ピリツの FSOE のマスターの中に流し込んで、その中に 安全データを掃除して、それでウェイト・ミラーさんとか、あと、もちろん、ペコフさんの安全有力と出力タミナルの、えー、と安全通信を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、動画始まるあ、実際に進める前に、もう一回自己紹介させてください。私、クリスと申します。香港出身で、今、FA の仕事をやっています。左下では、 私のブロックとか YouTube とか Twitter ーーがあるのでよかったらフォローしてください。はい、こちら、あの、前回の簡単障害の動画では、あの、実際スクリーンショットをしたマネルの中で、あの、スクリーンショットを撮ったのか、そうですけれども、まあ、今回のコンュニーションはほぼ一緒で、左側ではツインキャットですね。こっち側は、あの、リサキャットのネットワークを構築します。なので、えっ、ー、と、例えば EQ104 とか EQ104 とか、あと、ブツンプリスさん、SO e、の FSOE の マスターとか中で入っています。で、一方では、こっち側、あの、もう一個のコンプィションツール、PNOZ マルチコンベーター、ーこちらがツールではあの無償で、えっ、ー、と、この小型のコントローラーと各の安全モジュールとかの設定を、えー、とするのエンジニアツールになります。なので、あのメーカーから 必要な分の、えー、と安全入力、安全のモジュール、f s o テープの ESI ファイルをダウンロードして、そしてこのツールの中にインボートをしていただいて、f s o s ネットワークを設定していただければ、こ,うよこのようにですね、えー、とイーキャットのネットワークと f s o s ネットワークを立ち上げることができます。ていうか、実際の,の PISS 側の,あのツールの画面なんですけれども、 まあ、設定するのは FSV アドレスと、このコネーションが ID だけですね、えーと。今回するのは4つのスロットで。こっちが1個目はあの、ワイドミラーさんの安全 IO。で、次に2、3、4個目では、ペッコフさんの IO なんですけれども、まあ、こっち側面では全部1バイトのイン、アウトだけになります。で、FSV アドレスはあの、大体モジュールの左、まあ、左が右がわからないんですけど、まあ、横では、 ディープスイッチ,チから FSOG のアドレスを設定することができます。なので、このアドレスを実際ツールに合わせてください。で、コネーション ID はホームネットワークの中でかぶらないように設定してあげれば大丈夫です。また、あのアプリケーションにあの合わせて、えーと、モジュールにパラメータも設定してあげてください。 こちらは、あの、セーフティープロームですけれども、あの、ピッツカーノーのツールを使って、あの、このようにファンクションブロックで簡単で、あの、安全プロームを組むこともできます。で、もちろんここでは、えっ、ー、と、今回のレーターはね、あの、FSOE だけじゃなくて、普通のイサイトネットワークの、あの、通信も、このツールで設定することができます。なんで、今回は、と、一時停止の、あの、静養と、あとは、まあ、チャンネル同時オンしたら、あの、2秒待って、そして出力します。 で、FSOE の出力だけじゃなくてあの、一般通信のデータとしても出力します。また E-STOP の,あのリセットも同じく ESA キャットの一般通信から、えー、とリセット信号を入って、リセット信号したら、その時にヒートヘイシーの信号を見て、そして出力することかを決めます。で、メーカーからあのチンケイドではでは、あの ピイツーとかあの、ワイトムラーとかの,の ESI ファイルを彼らの,あのメーカーのページからダウンロードして、それからスイートツインケットサンデージ、コンペックアイオイサケットの中に入れてください。はい、えーと、簡単な説明は以上になります。さあ、プログラムを始めましょう。はい、ではこれ実際のハードウェアですけれども、うん、えっと、 今回は、ね、ちょっとミニ PC を使います。こちらはツインキャットフリー走っています。で、この中は、まあ、ハーこちらネットワークハープはマジュアパソコンをつながって、まあ、エンジニアーツールとがるのために使われています。で、こちらはピリスの FSOE のモジュールですけれども、えっ、ー、と、こっちはポート、このミニパソコンはポートを2つあって、1つエンジニアーポートで、1つはイサケットマスターそして立ち上けて、えっ、ー、と、データをこの E のところに入って、 そして、この白のランギブアウトで、こちらのワイドミラーのモジュールに入って、そのモジュール、ワイドミラーのモジュールから出して、そして、このイーサーキャットの EK1101 の,のカボラに入ります。で、セーフティーモジュールはこちらが黄色い1個。こちらはあのワイドミラーさんの,あのセーフティーモジュールと、えっと、こっちは安全ユーロイエール190425と、 2LE901 個になります。で、こっち側では、まあ、非常停止とつながって、あと、まあ、出力ではこのセイティーレイドとつながっています。で、あの、ワイドミラーさんの場合では、同じようにね、非常停止をつながって、それはランプとつながっていますね。あの、ちょっと、簡単なりアプリでしですけれども、まあ、これだけでも、えっ、ー、と、さえできれば、まあ、あと、ライドカーデンとか、何でも同じくいでもますので、えっ、ー、と、まあ、最初から簡単な、簡単なものから始めよう。はい。 じゃあ、まあ、あの、今回のあのハードウェアの紹介は以上になります。次はスイ、イケト、次はちょっとプロジェクトを開いて、えっ、ー、と、コンフェクションとか、あと、プロムとかを始めましょう。はい、では早速、ピリスカーを構築していきたいと思います。で、さあ、こちは、えっ、ー、と、ピリスのマルチコントローコンフェーターのソフトなんですけれども、このソフトをね、あの無料で 別のホー,ムページがダウンロードできますので、あそをダウンロードしてインストールしていけれ,れば大丈夫です。これの動画のディスクリプションのところにも、えっ、ー、と、立ち上げとか、あの、インストール方法と、あのどうやってこの小型のセーティフォンドラーを立ち上げる方法も、あの、書いた記事も、のリンクも載ってますので、よかったらあちらも参考していってください。で、早速ですけれども、まず最初は、えっ、ー、と、プロジェクトを追加していきたいと思います。 でと今回使用するのはこのベースユニット、えー、とこちらですね、ピーチですね。なので、このピーチをここでドロップしていただくと、このようですね、ピ、えーチの、えー、とコンロラが追加されました。で、次が FSOE を使いますので、この左側のコネクションモジュールの中に FSOE をドロップしていきたいと思います。で、そうすると、持ち歩きに左側にインストールするような形になります。 で、えっ、ー、と、さっき言ったとおりに、こちらのセーフティーの小型コントローラーと FSOE のモジュールを追加したら、もうユーザープログラムと、こちら e の e s a c a の構築画面もできますので、じゃこっちからで構築していきたいと思います。で最初やるのは、あの、まず ESI ファイルのインポートですけど、ESI ファイルのインポートは、ツールでイ、えー a ケット f s o e インポート ESI ファイルをクリックしてること、 えっと、ワイドミューラーさんとか、あとペコフさんのスイ a t ターミナルのファイル、のインサイファイルをホームページからダウンロードしていただいて、それでインポートしてあげれば、この右側のカタログでは、ライブリーですね、こちら。えっ、ー、と、ワイドミューラーさんのものと、あとペコフさんのものをこっちらで一覧あの追加できるようになります。で、早速一個一個追加していきたいんですけれども、最初追加するのは、ワイドミューラーさんの、えっ、ー、と、こちらですね。 UR20 U R の s, s f b c f c e c o ですね。こちら e c o e コのバージョンなので EOE、えー、e のポルトが対応してないタイプでイーサネットオーファイサキャットなのでウェブサーバー機能がついてないんですけれども、まあ、今度はね、バジキュエッのチャンスでちょっと EOE、e、が対応しているのカプラーもちょっとあの培ってみようかなと思っています。で、これ展開すると、まあ、UR20 の 4DIDO PNFSOEB2 ともう1個あるので、今回使用するのはこの UR20 の 4DIDO の PNFSOEB2 ですね。これをこっち側にドロップして、そうすると1個コネクションが追加されました。で、えー、とじゃあ設定する項目は 4DIDFSOE アドレスとこのコネクション ID を再生ですればもう大丈夫なので、まあいい なんですけれども、FSOE のアドレスはモジュールの横側についてのテ TIP スイッチが設定できますので、これを合わせて、こっちも同じように設定してあげてください。なので、これは2ですね。で、こちらも2になります。で、次はちょっとパラメータですけれども、こちらは点がすると、ちょっと画面小さいですけれども、こっち側、このように、ね、画面が設定できますので、まずこちらは o t u ルチャンネルに設定します。 で、次は、あの、テストパルスを設定しますので、このテストパルスで、0。で、次は1は、えっ、ー、と、このようですね。1。そうすると、もう設定終わりました。このパラメータも自由的に転送するようになりますので、これで2個目設定終わりました。で、さっちがペコップさんのセーティーターミナルですけれども、まずは、えっ、ー、と、ペコップさんのカタログから、 1904ですね。こちらはセーフティの有力のためですけれども、こっち側をそのままドロップしていただいてで、セーフティアドレスも設定したければ大丈夫です。でもう一個あるんですね。もう一個、1904も、こっちも10で、あ、11ですね。こっちもあのもし、重複した FS アドレスがある設定したら、 あのールも、ちょっとこちらエラーですよって、あの、ホネングしてくれますので、あまり心配する必要がありません。で、最後は2 l e 9の4も1個ありますので、これもドロップしていただいて、こちら15ですね。で、これだけでもう大丈夫です。で、次は、あの、プログラムを組みたいんですけれども、これユーザープログラムの方にクリックしていただいて、まあ、あの、 さっきのイントラクションの動画もちょっと話したんですけれども、基本はえとファンクションチャーク、ファンクションブロックみたいな形であのプログもするので、あんまりあの難しいプログも組めないし、基本的には分かりやすい、すぐデバッグできるようになっています。で、まず一年生を追加したいんですけれども、安全のプログムを組むので、安全か FSV、SO e、側のプログムを組むので、こっち側の FSV、SO e、モジュールをページ開くと、こっち側ではあの全部の アイコンが色がついてますよね。で、こっちもう一回見ると、こっち色ついてない。なので、こっちの側のページ側ではこの E ストップとか追加できない。この,このシードとい,いかないから、追加できないですけど、FSE モジュール側では追加できるという,という感じですね。なので、まず E ストップをちょっと引っ張りたいんですけど、このように引っ張って、そうすると、あの設定のちょっとポップアップが出てきて、このポップアップは、えー、とまず、 数字タイプをタイプ3で選んでいただいて、次はインプット1とか、この辺にどの入力を使うか。でこちらはまあワイドミラーさんの DI1 番と DI2 番を使って、で、スタート。スタートは、この、ここはあの自動普及するか、まあ、自,求めて自動的にスタートするか、それともマニュアルリセット、まあ、リセットでいうか、 ま、リセットの開始ですね。シュルセットするかどうかですね。今回は終動リセットするようになります。で、どの、どれを使うかというと A2 と I2 を使います。こちらですね。A2 の I2 ですね。これは何かというと、こっち側では、えっ、ー、と、イサキャットの非安全通信の信号を使用する番号ですね。A2 は、こちらあの、非安全信号の i2 は0、1、2、2番目のビットを使用するような形ですね。これ、OK。すると、このように、えっ、ー、と、自由的に追加されました。で、えっ、ー、と、次はこれが OK だったら、もう一個出力は出してもいいので、これをこのままドロップしていただいて、で、ドロップしているところは、えー、とシングルアウトプンで、もう1個目の出力でいいので、ワイドミラーさんの1個目の出力で。 いいいかなと思っていますで次はこの線をあこの線をこの,この線ですねこの方に繋がったらこのようにですね繋がっていただいてそうすると1個のプログも、えー、と完成ですねで2個目はちょっとそのままイ、e、スト o p 使うなってあのそのまま人やの安静信号を使う例も紹介したいんですけれどもこの辺の点を見計クしてエティウェイト そうすると、まあ、ここに出てきて、えーど、どんなモジュールを使うか、どんなもの、IO 電話を使うかなんですけれども、こちら IO を選んでいただいて、こっちで、えー、EL1904 の1個目の、えー、とチャンネル1。それで OK ですね。フィルターはもういらないので、あ、やった方がいいかな。やっぱりあった方がいいね。えっ、ー、と、フィルターがあって、これですね。 でえー、ともう一個同じように今度も Io で e l 家で904の今度は2個目の出力ですね。2個目の入力ですね。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あ、当てますね。インプチャンネル1とインプチャンネル2になります。<laughs> で、次はこれアンドブロックにう追加していきたいと思います。このドロップして OK。 そう次はこのブロックの信号をこのようにドロップすてれば、このようにですね、この信号を同時オンしたら、このロンリーが成立するので、これを出力するようになります。これはもう終わったので、で次はちょっとタイマーを追加していきたいと思います。でタイマーでは、えーと、ちょっと待ってくださいね。ここで、えー、とタイムエレメントというところがあるので、これもドロップしていただいて、 まあディレイタイムでいいと思うので、ディレイがスイッシュオンのディレイで、えっ、ー、と、2秒で OK です。そうすると、またドロップして、それだけで OK ですね。で、これを2秒オンになったら、またもう一個同じような出力をして、またシングルで。今度は29104の、え、2904の ゼロパーの出力に、の出力点に出力するようにします。で、またドロップすれば、はい、これだけでもう、プログも設定の作りも終わりました。あんまり難しいことはやってないですよね。基本設定するのはこれだけになります。最後は、ちょっとプログラムをあの CPU にダウンロードしていきたいと思います。 で、まずは、えっ、ー、と、ちょっとピングをしてみたいと思います。で、ピング585。で、これは、あの、ピルツの小型コンドローラーの IP ですけれども、今、ちゃんとピングを取ってますね。で、次はこのちっちゃいのも、ちょっと画面つらいですけど、このアイコンをクリックして、で今オンラインですけど、で、まずは、あの、放送しないと、えっ、ー、と、コンパイルしませんので、今回放送して、で、パスワードを設定して、これ、パスワードは、えっ、ー、と、 のインスルーのレベルによって操作できるの権限も変わったので、詳しくねちょっとマニュアルにちょっと操作、もしくは私のブロックにちょっと参照してください。で、これ簡単に設定して、で、これ OK。で、ああ、ちょっと待ってくださいね。もう一回やって、MyTest、MyTestProject。 はい。そうすると、もう的に、あの、プロジェクトも生成されます。で、それだけですね。で、これまあ終わったので、一回を閉じます。保存して、もう一回オンラインして、そうすると、ここから、えっ、ー、と、プロジェクトマネージャーとい間に合って、じゃでオーダー番号とシリアル番号があったので、まあ、オーダー番号とシリアル番号を入れてください。7一1 0 1と157。 これは、まああのまあ、もちろん持っているコンローラーによって変わるのではいそうするとでこのダウンロードボタンを押してプロジェクトをダウンロードしていきますでもちろん USB に保存してそれであのプロジェクトをアクティベートしますでしばらく待つと今ちょっとダウンロード中ですね 大体まあそんなでかくないので、まあ、1分も書かないくらいかなと思っていますはいじゃあ次は、えー、CB をリセットしますかって YES はいそれだけですねでこれだけでもうプリーズが終わったのでじゃあ次はツインヘッド側をやりたいと思います はいじゃあ今度はあのツインゲット側を構築していきたいと思います。で最初やるのはまず IO でデバイスを右クリックして At n アイテムでえーっとイ s サケットマスターを追加していきたいと思います。でこれを押したらそうするとエディプターであのインターフェースをあの選んでいただいて右クリックしてスキャンとステッチ動検索機能であの今イ s サケットを あのネットワークにあるスレープを全部あの吸い上げるという形ですね。まあ、もちろん PILS の,のホームページとか、ワルーラさんのホームページとか、必要な分のネットワークあの,必の必要な分のイサケとスレープのイエサイをダウンロードして、最初のインストークションにえっと説明した通りのパッチの中に入れて、そうするとあの自動的に全部あの登録するので、 ま今ちょっとスキャンドしてますけどあ、まだちょっと時間かかるかもしれないですね。はい、イエス。で、まあこれテクトリーので、これ関係ないのモジュールなので、まあ、今回、あの、私結構まぁ、いろいろモジュール入れたので、まあ、この辺はちょっとほっといて、あの、メイン見るのはこの3つのセーフティーモジュールだけですね。 あと、ピリツのデータと、ピリツの FSE、SO、モジュールと、あのワイドミラーさんの FSE、SO、のタミルですね。もうそろそろかなもうそろそろかなはい、じゃあこれで OK です。はい。じゃこれも全部吸い上げましたね。こっち側のピリツの FSE、SO、のモジュールとこっちはワイドミラーさんのモジュールと、あとこれ EK1101 のペコフさんの えーとイザキャット、カポラーで、中に、このようにですね、1904とか E904 とかも載っています。で、最初ちょっと見たいのは、このピーツの方ですけれど、これを展開すると、いや、モジュールは4つあるんですね。ちょっと右手らわかるんですけど、で、このモジュール1、2 4は何を示すかというと、こちらもう一回ツールの方に戻っていただくと、スロット2 1は、 このようにでスロット1はこのモジュール1で、スロット2はモジュール2、スロット3はモジュール3、スロット4はモジュール4のようなイメージですね。なので、えー、この中に FSOE のメッセージ,セージの,あの1バイトのデータが入っている、あの何バイトのデータが入っています。コマンドとか CR、CRC とか、コネクション IT とか。もうこの後でこの辺のプ分も使いますので、今とりあえずあの頭の隅の中で入れていただければ大丈夫です。 で、こっち側であの、もし、あの、手動やる場合は、これで、ェックしていただいて、スロットというところりますので、スロットで、例えば、何十個スロットがあるんだったら、僕スロットで、この中に、ランバイドの FSOE データを、あの、交換するかを整理すれば大丈夫です。で、ちなみに、もういたんですけど、最大は64個ですね。43コネクションになります。なので、こっちは1、1六十四トータル63コネクションになりますね。はいと、ここはもう、 設定ほ,ほ,ほ,ぼほぼないですなので、まあ、あの例えば2 l 一二2 0の場合は、なんか、こっちセーティープロジェクトを追加するという形じゃないですか。で、今回は、F、p i l ル t の FSE の,のモジュールのマスターを使うので、なので、こちらも単純なインサケットネットワークを構築するだけで大丈夫です。はい、じゃこれで次はちょっと PLC を追加していきたいと思います。PLC、ビクリックで EdT n e アイテムで、スタンド PLC プロジェクトを追加します。 でまあ、追加ちょっとね、少し時間かかるので、ちょっと待ってください。はい、これで PAC のプロジェクトが追加されました。で、まずは最初、構想体を追加したいんですけれども、なんで構想体かというと、この FSOE メッセージに合わせるの構想体ですね。で、えっ、ー、と、d u の中で、フォルダーで右クリックで、えっと、d u t で、えっ、ー、と、まあ、d u t f s o e でいいと思うので、 で、ちょっとスームして。で、次はちょっとデータを、ちょっと、いつのものを入れます。マスター CMD で。こっちは USINT ですね。次は Safety、Safety、s f e t 0。こっちは p y t h で、次は MasterCRC0。UINT ですね。 最後はマスター、コネクト ID、UID ですね。これで何かというと、こっちの4つに合わせるの、あの、構造体になります。で、これ設定終わったら、今度はちょっと、G、あの Global Wear Alb List を追加します。で、右クリックして、まずは1行目は GL u n d e r s ー o r e PILT ですね。こっちは PILT の本体のモジュールにマッピングするの。 データなんですけれどもスロット1、i、あとプレゼン、i、星マーク DUT、FSOE っていいと思います。i のスロット1ですね。スロット1。で、次はスロット1、9、あとプレゼン、9、星マーク DUT、FSOE ですね。で、このように、えー、と2個目のスロット、つまりこっち側ですね。 次はやるのはこれコピーしていただいて234でこっちは223344 4はいでこれは FSOE のメッセージですけれどもで、えー、と次はバーチャルバーチャルバーチャルアウトアット星マークの,あのプラスマーク i エットで アレイで0から15号の USINT ですね。で、バーチャルインプット、あ、これ間違ったね。インプット、BUTS ですね。えっ、ー、と、アートプレスセンキュー星マーク、アレイ0から15号の USINT ですね。で、これは何かというと、 で実際はこのピリスのモジュールをクリックしていくとこっち側ですねバーチャルのアウブットとバーチャルインブットあるんですけれどもこちらあの一般の非安全非安全注水で使,使われている領域ですねこっち側のさっき例えばえっ、ー、と先ほどプロジェクトをも開くとこっち側のユーザープログラムがあるんですけれどもこのユーザープログラムの中に 例えばこの A 2の I 図これは入力ですね2番目のビットなのでこっちは使うとこれのバーチャルアウトプットの0番目のユーアンサイトショットインディ i n の2番目のビットになります難しくないですねはいじゃあ次はもう1個を追加します右クリックでもう1個 ビを追加して今度は、えー、とセーフティーアイを打ちようか、はいで。何を入れかというとこれをコピーして、はい、これだけです。で次は1回ピュードをしていただいてエラーないことを確認します。 で、最後は、マッピングを行いたいと、次は、マッピングを行いたいと思います。で、まずは、こっち側のバーチャルオップですけど、これ一気に選んで、チェンジ。で、さっきは追加したバーチャルオップと変数を一気にマップにすれば OK です。で、こっち側も同じですね。もうこ、右クリックで。はい、これだけで OK です。次は FSV、SO e、メッセージですけど、これちょっと面倒だけど、一個一個を、 やる必要なあるので、まずはこれを展開して、これピリツカですね。なので、ピリツの右クリックでチェンジ。まあ、ちょっと小さいですけど、まあ、ピリツのスロット1。これはピリツのスロット1。で、これはちょっと地味だけど、一個1個やる必要ですね。2で、3で、3で、 もう一個あるので4でこっち側も4ですね。はい。で、今度は各モジュールもいいので、なので、こっち側の中にあるセーティーモジュールはこいつですね。こっち FSV メッセージあるので、こっちも右クリックしていただいて、スロット1。こっちもスロット1。 で、今度は EK101 のものなので、19、1個目の1904。これを右クリックして、スロット2。これもスロット2。まあ、やることは、あの、何個、何倍のデータあるんだら、もう、これ、同じの分数、同じのサイズのデータを定義して、マッピングするだけのイメージですね。 なので、こっちも3番目。で、3番目。で、最後は2904、これですね。FSOE、こっちか。はい。で、こっちはマッピングで OK。はい。こっちはマッピングは全部終わりました。モーして、もう一回ビューと <laughs> 今度やエアライすね。で、もう一回メインの、次はっ最後、ちょっとプルームを組む必要があるんです。 と拡大していきますで何でプログラムするかというとまずは最初は eStopStopStatus ですねこの eStopStatus は何かというとえっ、ー、とさっきこのプロジェクトの中にこのああ取ってなかったんですねどうしようちょっと取りましょうかえっ、ー、と これをもう一個スロックを追加忘れたのでアクティベートをしていきたいと思いますねちょっと待ってくださいねこれ一回オフラインにしてはいでこれをエティベイトでえっ、ー、と A2 の O 何番でいいかな 1> 0、1、2、3番しましょうか。で、3番で、で、このように、すれば、これで大丈夫ですね。これは何かというと、まあ、同じ出力で、えっ、ー、と被先あの、被安全通信にも、えっと、渡,あの渡せるようにするの形になります。なので、今、もう一回保存して、あのエラーがないのかを確認して、 で、次は、えン、ー、と、オン,ラインして、もう一回ダウンロードしておか。で、ダウンロード。で、IPO。で、エティビート。で、オーバーライドして。で、この間も続けて、ちょっとプレイもしていきたいと思います。次は、リセットですね。リセット。で、リセットは、リセットなのは、 えとこちらですね。この信号が欲しいです。では、まあ、非安全信号ですね。あ、OK。で、リサートして。はい、これでもクローズで。これは OK。で、じゃあ、タイマー、簡単なタイマーを追加します。OK。あ、T オン。間違った。OK。はい。じゃあ、プロモーク見たいと思います。何に違うというと。 最必要なのは gbl-safety-io.slot1.q <laughs> ですね。は gbl のピリツのスロット1のア i です。で、まあ、つまりピリツからえっ、ー、ともらった信号をそのままワイドミラーのあの FSG メッセージに出力するようにします。これは絶対必要ですね。えっ、ー、となので、 側もそうで,すよで、スロット1の9。今度は、プリッツ側の FSOE メッセージの出力は GL の s a t i o の1番の i、これはワイドミラーの,場合です、ね、の i ですね。で、ってこれを1、2、3、4。で、これはワイドミラー。ワイドミラーどう、どうディスプリングするんだっけえっ、ー、と、まあ、ン r 以上でいいか ?UR 以上ですね。 ur, ur, e, 十で、こっちは el, 一九9 0四一番ですね。えっ、ー、と、こうしようか。えっ、ー、と、えっと、fsoe, アドレス10、十 <laughs> なので、こっちは二二二で、こっちら三番ですね。 まあこれ以降ファンションとかファンションブロックでセンマートメもいいし、まあ、これは私はこれは12番です。FSOE、えっと、FSOE、SO e、アドレス。こ,でこれは1十五です。 はい、これ終わったので、今度は2ストップのステータスを取ろうと思います。まあ、GBLPILITS の、えー、とバーチャルですね。バーチャルアウトプットの0の場のワールドの3番目のビットになります。しかも TO の EN は P リセットして、えっ、ー、と PT は、まあ、1秒でいいかな。 一1セクションでそれでいいかなえっ、ー、と次は <laughs> GBL のピリッツですねピリッツのバーチャルインプットバーチャルインプットのゼロの二番ゼロ番目の USINT のイーバイ b ピット名は B リセットですねでもし タイマーがオンになったら、ピーリセットはフォース。これだけです。じゃあ、プルも以上になりますので、最後、ちょっと、もう一回ビュードをして、エラーないことを確認しました。で、プロジェクトをダウンロードしていきたいと思います。で、ランモーを切り替えて、はい、で、ログインして、 ボタンをすればじゃあ最後はちょっとあのピルスをあの、まあ、モジュールとかあとは実際に動作を確認していきたいと思います最後はちょっとカメラもつけてみようかなと思っていますさあ最後はちょっとカメラつけましたでえー、っとまあ多分ちょっと見づらいですけど、まあ、こっちはツインキャットのランタイム入っているミニ PC シールだけはペコフの純水性です。で、えっ、ー、と、こっち側はピルツの、えっ、ー、と、小型のコンドローラーと FSE、SO、モジュールですね。今、エラー、ランプが光ってない。で、こちらはミューラーさんのフ s スえっ、ー、と、イサーケットカポラと、こちらは FSOE の、えっ、ー、と、スリープですね。で、こちら見れた、ちょっとエラーない状態と分かります。で、最後はちょっと、 えっと、こっちをつけながら、どうしようかな。つけながら、えっ、ー、と、動作もしてみようかなと思っています。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、まずは、プロジェクトをこっちでオンラインして、えっ、ー、と、こっちのユーサーキャット FSV を見て、クにックでダナミックディスプログラムディスペイのボタンがありまして、これをクリックして、 そうすると、今4つも緑の状態で、つまり全部あのオンライン、正常通信してる状態を示しています。で、ユーザープログラムは、あの、ちょっと、あれですけど、まあ、こっち側は今出力する状態。緑はあのロングやチューになっている状態で、灰色は今オフする状態ですね。なので、まずはちょっと一回リセットボタンをしてみようと思います。リ別セットボタンは、 こっち側ですね。えっ、ー、と、こっち側のリセットボタンでち、ちょっと中します。そしまら1秒で、あと1秒でリセットをされて、えっ、ー、と、もう一回こっち見ると、今は出力オンになっていて、ちょっと、こちらのランプオンになりましたね。で、えっ、ー、と、今度はこの非常停止をちょっと押してみて、そして、そうすると、こっち側見たら、えっ、ー、と、 これを信号を落として。信号も落として、それ e ストップステータスと信号も落として、それリリースさ22秒後するとまたオンになりますね。ちょっと待ってくださいね。えー、どうすれば求めやすくするんだろう。えー、この方かな？これいいかはい。じゃあちょっとやってみようかなと思っています。はい、これでオッケーかちょっと待ってくださいね。 てくれてきましたね。最後ちょっとヒートヘーシもう一回やってみようかなと思ってます。 はい、このようにあの正常動作を持ってきました、まあ、今回の動画は以上になりますけど、えー、ともし何かご質問とか、まあ、一緒に相談したいがあればメールとか Twitter とか、まあ、YouTube のコメントでもいいので、えー、と教えなければまだ一緒に話すことができるんじゃないかなと思っています、まあ、今回の動画は以上になります、えー、ともしこの動画を好きな方あの役立つと思った方は、えー、とチャンネル登録とかいいねとかあと 他の方に共有をよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。お疲れ様です。